AO1 のリーダー与那城翔くんと木俣翔也くんです。一方シェフの指令を受けた JO1 の2人は秩父の氷を探しに地元の商店街へ向かいました。そうです、JO です。ありがとうございます。娘が大好きなの。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、見て、喫茶だって。2人が訪ねたのはかき氷が人気の喫茶店。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。ちょっといらっしゃいませ。中見てもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。趣のあるおしゃれな店内には30種類以上の自家製シロップが並んでいます。うわー、はい、すいません、お待ちどおさまです。すごい、ありがとうございます。おしゃれ、すげー。うわ、ゴロゴロだ。結構身長高いですね。確かに。夏の秩父名物かき氷、果たしてその美味しさとは。秩父の氷の美味しさを確かめるためかき氷を注文。 JO1 の木俣くんが選んだのは桃がたっぷりのかき氷。与那城くんはいちごです。すごい、ありがとうございます。おしゃれ、うめえ。うわ、ジューシー。やばいね、果実のジュース。氷のおかげで口の細部にまで果実の甘みが広がる、うん、広がってる感じします。これをシェフに伝えたいね。この美味しさと果物との相性がバッチリだよね、うん、すごい。秩父って氷が有名なんですか。はい、長瀞はあの天然氷を作ってる蔵元がありまして、浅見冷蔵さんっていう、はい、蔵元がございます。なるほど。その天然氷を作っているのがこちら。お邪魔します。こんにちは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 。すごい、なんかすごいふわふわしてます ね。口どけがふわふわになるのが天然氷のかき氷。どんな氷から作るのか見せてもらいました。来た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 。そうですね、うわ、天然の氷になります。きれい。うわ、すい、うわ、なんかダイヤモンド、ダイヤモンドみたいですね。光があるからか、すごい、ここから見るとやばいっす。ここここのなんて光の加減で、あ、でも本当に限られた場所なんですね。そうですね、あの環境的にその水と寒さがあの適しているところになるかと思うんですけど、いろいろ条件がないとできないんだ。貴重な天然の氷、どんなパフェになるのか楽しみですね。徳永さん、横山さん、帰ってきました。今回のパフェはどんなイメージなんでしょう。参考にしたのはこちらの写真。JO1 の2人に秩父を代表する風景を撮ってきてもらったんです。水辺があって、その中にこう層が入っているっていうのは、そうですね、材料も秩父だし、見た目も秩父の風景ですよね、はい、なんと秩父の自然をイメージしたパフェだそうです。この後皆さんの前で披露します。ではパフェを作っていきます。はい、はい、なんか僕たちが想像してたパフェと全然、うん、あ、違う、おしゃれですよね。ワセバッサーのコンポートにロゼワインのジュレ、そこにライチのシャーベットを重ねました。ここでうわ、すげえ、細かい、天然氷の登場です。すごい、うわ、今日これのために頑張ったもんな。ふわふわのかき氷を敷き詰めて、川中島白鳳のソースをたっぷり。いやー、あー、絶対美味しい。それ後であのパック詰めしてもらっていいですか。持ち帰る。
さらに川中島白鳳のソースを泡状にしたエスプーマ。泡が出てきました。うわー、ピンクだ。すごいピンク。エスプーマは平らにならして、カットした川中島白鳳とわせわっさをのせます。おいしそう。パフェだこれ。パフェになった急にね。仕上げにヨーグルトクリームを絞って、桃と天然氷のパフェ、まもなく完成です。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。かわいい。すごい上手。うちの桃じゃないこれ。違うな。秩父の自然をイメージした桃と天然氷のパフェ。うわうまそう。実はこれ岩畳をちょっとイメージして並べてます。長トロの岩畳のように薄くカットした桃を重ねました。これどうやって食べよう。確かにちょっと斜めてるから難易度高いですね。どこからどっから手をつけたらいいのか全然わからない。あんまり気にせずにガンガンいってください。ガンガンいっていいですか。はい、もう一つの主役、桃のソースのかき氷は、うん、やっぱ氷があることによって味の変化が楽しめますね。え、ソースめっちゃ合いません？めちゃくちゃ合います。ソースめちゃめちゃ美味しいです、うん、なんか全部がおしゃれな匂い、うん、香りがする。温度とかもなんか冷たいのが来たり、普通の常温が来たりして、なんかすごい食べやすいです。やっぱり徐々に味も変化していくじゃないですか、下に、うん、で最終的には全部混ざっても美味しいっていうような味のバランスに仕上げてます。やっぱり食べてて飽きないっていうのが大事ですね、うん、甘い桃と貴重な天然氷のフルーツパフェ、あっという間に皆さん完食です。今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。